定住。やっぱりつながりません。システムとつながれば私も少しはできることが増えるんですけど。まあつながらないものはしょうがないさ。ネジのせいじゃないしな。どうやら一筋縄じゃいかないトラブルが起きてるっぽいし。じゃあやっぱり地道にテストルームを探すしかないか。よーし、早速出発しよう。ふうか、今はクイネラさんとリーファさんを待たないと。偵察に行ってくれてるんですから。ああ、そっか。偵察っていうか、クイネラがリーファを連れて行った感じだったけどな。この世界に詳しいからって。まったく自分勝手というかマイペースというか。でもリーファたちが街とか見つけてくれるかもしれないよね。そしたら少しは落ち着けるかも。どうだろうな。リーファは空が飛べるから探索範囲は広いけど、ネジ、街の場所とかもやっぱりわからないかな。この辺りの地形から推測とか。申し訳ありません、現在の私ではお力になれず。そうか、ならやっぱり地道に調べて回るしかなさそうだな。私がちゃんとナビゲーション AI として機能していれば。だからそりゃネージュのせいじゃないって。気にしなくて大丈夫。ちょっと時間がかかっちゃうかもしれないけど、ちゃんと調べていけばそのうちきっと見つかるよ。ありがとうございます、キリトさん。時間がかかるとバイトはどうなるのかな。まあいっか、キリトの言う通りシステム的なエラーだとしたら私には責任ないもん。怒られることはないはずだよね。逆に不具合の原因を突き止めちゃったりしたら特別ボーナスとかもらえちゃうかも。ふうか、あなた本当に現金ですよね。いやいや、ありえるぞ。これだけ大きい不具合で復旧にも時間がかかってるんだから、もし原因を特定できたら大手柄だよ。だよね。よし、やっぱり探索しよう。クイネラもいろいろ見て回りたいって言ってたしね。でも敵とかさっきみたいに攻撃的なプレイヤーもいますよね。大丈夫でしょうか。ちゃんとボディーガードするから安心してくれ。リーファとクイネラは頼りになるからさ。リーファとクイネラ、確かに強かったよね。私たちのこともあっという間に助けてくれたし。ああ、リーファは剣も魔法も得意だし、ALOでも上位のプレイヤーだ。クイネラは、まあ、うん、強さは申し分ない。なんか歯切れが悪いけど、キリトと二人はどんな関係なの？やっぱり同じゲームの仲間かな？それともリアルでも知り合いとか？リーファは俺の妹だよ。ALOでもよく一緒に遊んでるけど。リアル妹？兄弟で一緒にゲームしてるんだ。まあな。確かにお二人はとても仲が良さそうでしたもんね。兄弟と聞いて納得しました。それじゃあクイネラは？さっきの言い方だとちょっと複雑な関係かな。もしかして彼女なの？違う、クイネラとは全然そんなんじゃないって。うろたえちゃって怪しいな。本当に違うってば。あの人とはいろいろあったんだよ。いろいろね。あ、元カノ？だから違う、本当にただの知り合いだよ。でもクイネラさん、なんというかとても威厳があるというか。静かに。どうしたの？誰か、いや何かこっちに来る。これはリーファとクイネラじゃなさそうだ。敵ですか？おそらくな。フーカとネージはちょっと離れて。はい。キリト、一人で大丈夫？ああ、やれると思う。でもヤバそうだったら逃げるから、そのつもりでいてくれ。わかった。人暴れするか。
先行こう。行こう、敵だ。先行こう。なかなかいい結果だ。よし、これで最後だと思うけど。ネージュ、敵がまだ残っているかどうか見てくれないか。はい。大丈夫そうです。動く者の気配はありませんでした。そうか、よかった。とりあえず一安心だな。それにしても、いやー、キリトって本当に強いんだね。私たちを守りながら、あんなにたくさんの敵を。はい、先ほども見事な腕前だと思いましたけど、改めて強さを感じました。今回は敵がそれほどでもなかったからな。それに二人がちゃんと守りやすいところにいてくれたから戦いやすかったよ。でもサポート AI の私まで守ってくれるなんて。そんなの当たり前だろ。二人を守るって約束したじゃないか。はい、あり
ありがとうございます。キリトってかっこいいね。あ、そうか。うん、だって私たちが襲われていた時も助けてくれたし、ナビゲーション AI のネージも大切にしてくれるし。そんなの普通だと思うけどな。いえ、優しい人はたくさんいると思いますけど、こうやって一緒に守ってくれる人はなかなかいないと思います。だからキリトさんと一緒なら安心できます。そういうことならどんどん頼ってくれていいぞ。もしシステムとの接続が復活したら俺たちもお世話になると思うし。はい、その時は精一杯皆さんのお力になりたいと思います。なんだかネージュ張り切ってるね。そのためにもできるだけ早くテストルームを見つけないといけませんね。早速。ちょっとちょっとネージュ、リーファとクイネラがまだ帰ってきてないってさっき自分で言ったんじゃない。あ、そうでした、すみません、気が流行ってしまって。俺もよくあるよ、思いついたらすぐ行動しないとなんだか落ち着かないんだよな。面目ないです。でもリーファたちが出かけてから結構時間も経ってるし、もしかしたらトラブルが起きてるのかもしれないな。私たちも敵に襲われたしね。あの二人なら早々敵に遅れを取ることはないと思うけど、心配だから迎えに行こうか。はい、そうですね。お二人が向かった方向はあちらですよね。そうだったな。よし、警戒しながら進もう。ネージとフーカは俺の後ろをついてきてくれ。あんまり離れないようにな。はい、わかりました。どうしたんです、フーカ、行かないんですか。え、あ、ううん、もしかしてさっきの戦いで怪我でもしたのか。だったら。違う違う、大丈夫、ちょっとぼーっとしちゃっただけ。本当に大丈夫ですか、フーカ。平気だって。さあ、リーファとクイネラを迎えに行こう。大丈夫ならいいけど。って、おい、フーカ、一人で先に行ってはダメですよ、フーカー。